はい。それでは、自前調査、阪神カップと、有馬記念ですね。行きましょう。はい。その前に、あちゃあパーですね。いつも通り、アサヒハイヒーティリティステークス。で、ムルメの、ワイドで良かったですかこれ。下田。うわー。ユースケか。ここで来たか、ユースケ。 下田なウェスタールンドに続いて、また穴開けてきて、これ。今年はやっぱ、藤岡のユウスケですね。藤岡ユウスケさん、やっぱい、いですね。春先言ってたんやけどな、ユウスケさん調子いいで、ね、っていう。じゃあっちはもう忘れてる、これ。忘れてる、もう。今年、最後になったら忘れてる、これ。一緒や、これ。え、今年のみくじ大吉でした、って言っても半年だったら忘れてんで一緒や、これ。んまあ、そんな感じやろ。うん、一緒や、これ。ああ止めて、い。あ止めて。めい。はい。逆に、おっと、何してん、これ。はっと、 <laughs> あと4着これは後でレース解雇しましょうもうお腹痛いです今週はいもう行きましょう菓子ご飯器妄想終支からですレッチェクはい妄想終支ですけどターコイズは当たりましたけど65%でちょっともう今年は帰ってくださいということで帰っていきますはい復讐生活ですけど はい。あとも、モザイクもダメやって、中京今年やばかったな冬。全然あかんわ。おかしいな。開幕良かったんやけど、どないしたんや、これ。はい、中京終わってしまいました。また来年の1月ですかね、中京会いましょう。85%です。これやばいな。今年はダメです。あー、お腹痛い。さあ、それでは、えー、何やったっけな。えー、出走評価行きましょう。 はい。それでは出走表行きましょう。の前にいつも通り行きましょうか。都合良くても悪くても放送します。放送しますかこれ。もう放送5000円でも分かってる方分かってるんでしょうね。終わり特別ですね。中京ダジャレ聞かしたこの、中京の今年の終わりに終わり特別。はい。その前にちょっとこっちですね。こっちで紹介したかったのこれ。アンネリーと体制トレールやろ。もうそこやろ。 しもたー。鳩に注目しすぎたんこれ。あっちゃぽーしとも。ダンネリースと体性トレイルやろ、これ。えー。へーへへ,へ。こっち紹介して当たった皆さんおめでとうございます。当たったんかな、これ。体性トレイルって言ってたんやけど。勝った方いますか多分ちょっとマイナーなとこで情報送ったら多分ちょっと気づかなかったと思うんですけど、体制トレイルだけ聞きました。すいません。こっちで放送してたことうわーと思って。あっちゃぽーしと思って。あ、すいません。その前に、そんな言ってる場合じゃないです。すいません。ごめんなさい。戻します、話。はい。 特別ハト,ですよ、ね、ハトやな。どう考えてもハトやな、これ。何して絶好調の外枠引いたハトさん。スタートします。藤岡ケイティさん、一回まあ買ってるんで、まあ手の内つんでるかなと思って、加藤翔太さんちゃうかったけど我慢したんですけど。はい、もう絶好の外枠引いて出していけと思ったんですけど、なんで抑えたんですか、これ。な、分かってないんか、お前。 お前4回もと分かってねいんかお前おいと思ってお待って待ってと思って誰もお前行きませんお待って待ってちょっと待ってと思ってあれ鳩どこ行ったあれ鳩まだけえへんぞあれあれ加藤正太で正太さんでいつもどこ押すねんけどな鳩どこ行ったんやーと思ったらなんとローズハトローズハ鳩茶はハスの鳩最高峰おいと思ってお前 <laughs> もうやったな、これ、と思った。あ,あ、もう1コーナー回る瞬間終わったと思ったら、これ。いや、終わったあと。あ,あ、もう無理やと思って。はい。もう頭も頭真っ白ですよ、こにして。あ,あ、この瞬間、私の頭は真っ白になりました。うん。綺麗に真っ白や。うん。あの純白の鳩のように。あ,あ、もういいですかごありがとうございました。いや、ほんまにこれ純白や、これ。頭の中純白やった、これ。すごいや。もうだって、向こう上面入っても仕掛けようとせん、もこれ。ずっと最高や。何してんのと思って。え、ね、もしかして、鳩って。 まさか、あれもしかして、あってそういう練習するあれお外回って。おお、もしかして、あとってそういう競馬したっけあれちょっと待ってよ。おおお,お、もしかして、こっから、お、そういう、そういう競馬、をそういう競馬を、まさか、そういう競馬できるんだ、君。おお、そうか、そうか、と思って見てたんですけど、やっぱ無理ですね。うん、どう考えても無理やろうな。はい、上がり勝負に負けて、なんと、4、 着ですかと思ったんですけどまさかのもうちょっと折っ6着あれやと思って全然内から伸びてる人みんなと思ってあじゃっぽうしてせめて読んじゃおうかなと思ったらなんと6着でしたファスナーと追い込みこの表記あんまないね何してん34秒1で上がってきましたふざけるな お前、<laughs> そういう気持ちろいの巻いてね、バネバの競馬に言ってたやろうが、もういいかも、これ。あれかな、ここで叩いて、あれか、1月本気か、これ。1月加藤翔太選んで本気かじゃあ、1月のな人気下がった顔はこのこそ今度こそ顔は前、覚えとけよ、前。はい、愚痴はこれぐらいにしときましょう。はい。もう愚痴はこれだけ。はい。端カップいきましょう。もう気を取りな。気取りなさ、ほんまに気に取りなさ、ほら。はい。登録馬17頭ですって、フルゲート18なんで、フルゲート割れですね、多分。確かさたと、確か18頭やったはず。はず。 はず。間違えてたらごめんなさ、はいはい。えー、お詰みときましょう。サトナエス、えー、k i n o t e c ジュール・ポレール。はい。レデッド・ファルクス、ワントゥ・ワン、ここら辺まで一桁人気ですね。はい。まあ、不思議なことに、ね、えー、G1 馬、k i n o t e c ジュール・ポレール、そしてレッド・ファルクスと、えー、このさんと差し置いておずって不思議なことに迷わすとおずですけど、サトナナスが一番人気になってます。不思議なもんですね、ケーパってね。はい。えー、先週も結局ね、中山のオープン、ディセンバーステークスですよね。結局勝ったん誰ですかって言うと、不思議なことにね、今まで G1 勝ってる、なんとアダマイ・リードがね、人気落としてるっていう不思議な傾向を来たんで。はい。まあ、今週もそんな感じですはい。まあ 重症買ったからって言ってね。それはね、えー、もう一回か使ってるとそうでもないんですけど。はい。えー、賞金会社レイドファルクスさんから16プライド以下は続いてます。よと。はい。で、ここですね。もうね、えー、まず注目1点目。阪神カップ毎年打てますけど。はい。 マイルチャンピオンシップ組ってよく言いますらしてますけど、その中でも惨敗組、こちらがよく目立ちますよということで。で、まあ、なんとかこのメンバーでね、惨敗組を揺らんですけど、その中でまあ、無難入力候補を紹介しておきますね。はい。まず、ジュルポレールですね。はい。あと、K、ケイノテクですよね。まず、ここら辺ですね。えー、マチャン、ジュルポレール6着。はい。えー、しかも、この時、アンジョが石川由紀人さんと。 まあちょっと石川くんに悪いですけど、ちょっと安城がちょっとあれやったんかなあっていうのもありましたし。うん。あと、えぇ、ー、k i n o t e c に限っては遅度枠、不利な枠やったんで、で、その分ね、積極的な先行策を行ったんですけど、まぁ、あ、それみんならず惨敗と。まあまあこの人は正直この後阪神カップで活躍してもおかしくないんちゃうかなってことで。まず2等押さえておきます。はい。で、えー、この次、何を言いますかっちゅう。 はい。えー、ここね、ムーンクエイク、アンジョルメッチャン、そのまま来ますはい。ムーンクエイクってね、抑えようと思ったんですけど、えー、一応、阪神、前週の朝日ハイ、フューチュリティステーク、そうですけど、今年、異常に、うちの棒は綺麗ですよね。言うてましたね。結局ね、えー、ガウディ来てもうてね、うちの一番ですよね。もうシンプルにガウディでよかったんですけど、うん。普通に宇宙で決まってしまいましたと。 はい。そうなってくると、ムーンクエイクがうち引いたところでですね、はい、内回りの阪神で、えー、いつものワンパッタ、ワンパタイですけど、この後方一気っていうんですか、ね、この競馬がハマるかっていうと、ちょっとウーんなとこあるんですよね。はい。で、まあ、ただですね、一応まあ最近はその後方一辺との競馬、特に慶応ハイスプリングカップか、とかまあ、後方の競馬だったんですけど、も、もともとね、このままね、これ見てください。えー、ルメちゃん使ってるんですけど、ある程度ね、前目つけてもね、そのまま腰切ってたレースあったんですよね。うん。ってことで、 え最近、こういうキャバ続いてますので、前走前前走1200忙しいって言ったら中のこの着順なんで、正直、動外しです。で、そう考えるとね、今回ね、まあ、今、結構、ムンクエクのことけなしましたけど、まあ、全然ありやと思ってます。はい、これありです。うん。今回、印の重み、どうちら、こうちゃってよりも、とりあえずありかなと思うやつを上げていきます。はい、今回、から員調査、そういうスタイルしていこうかなと思ってます。印の重み、ゴロゴロ変えのはやっぱ自己調査にしておきましょうと思ってます。じゃないと、自己調査で言うことなくなるんです、私。 はい、もういいですか。はい。で、レッドファルクスどうしようかなーと思って、アンジョヒュー・ボーマンさんです。ただですね、レッドファルクス、えー、アンジョボーマンさん乗るってことで、もともとこのまってあれですよね。まあ、前走・戸崎さん乗ってましたけど、その前って、デムちゃん乗ってましたよね。うん、デムちゃん乗ってた。ただ、デムちゃんがここね、レッドファルクス降りてるってことは、はい。デムちゃんは他に乗る馬がおるんやと思って。 で、えー、もう一回戻ってみると、実はこのまま乗ってるのがジュール・ポレールのわけですね。てことで、明らかにジュール・ポレールに、えー、軍配があると。はい。乗り換えのデムちゃん、えー、非常に強いです。うん。特にこれ、前哨戦、いわゆる試運転がない部隊は非常に強い。はい。えっ、ー、とですね、それが、えー、一昨年かな。一昨年フィエロ確か代ダ打ダデムちゃんで3着。はい。えー、3年前、ロサギガンティアも確か代ダ打ダデムちゃんで1着ですわ。うん。 デムちゃんの代打怖いから。はい。デムちゃんが本気というより、えー、ここ連れてきた旧車、えー、いわゆるバヌシオーナーサイドが本気です。うん。はい。デムちゃんに託してますと。うん。えー、前走はちょっとね、屋根が、屋根を見失,見失ったというか、屋根がおらんかってちょっと苦労したんですけど。 はい。ま、あそれまでサッチたのってたんですけど、ここ、えー、デムちゃんと。本気ですね。まあ、サッチーさんは確かおらんかったね、今ね。怪我やったっけ怪我でおらんかったね。はい。で、ここ誰連れてくるんかなーと思って期待してたんですけど、まあ、まさかのマンオジーのデムちゃんと。本気です。はい。今まで前の成績くございませんけど、うん、まあこの舞台ね、マイちゃんえー、ほんまに1002、千0 0 6どちらからでも来れる舞台となってますんで、特に、えー、距離1 0 0 ね、専用校舎じゃなくて、別に走れる舞台なんで、頑張ってください。はい、特に、もう一回言っときますけど、今週に、さらに B コース代わりになってます、阪神カップいつも通りね。ってことで、打、えー、ち出し良かった中、さらに B コース代わりなんで、えー、さらに良くなってると思います。うん。はい。さらにバボのいいとこが打ち出しとなってる位置だと思うんで、えー、非常に前残りは激しい舞台となってますんで、よろしくお願いします。 はい。となるとやっぱ里のレスがちょっと後ろからの競馬厳しいんじゃないかなと。うん、ちょっと厳しそうですね。で、あと注目すべきは今年3歳馬っていうことで、3歳馬ね、えーね、マイルチャンピオンシップもそうですけど、3歳馬、基本ね、成績よろしゅうないっていう舞台の中でもね、 えー、今年3歳馬の活躍目立てます。結局今年もね、ステルビオが勝ってますしね、マイちゃんでね。で、また他にも確かあれあったよね。3歳馬ではなかなか勝てん舞台。ああ、あれかな。チャンピオンズカップかな。あれも、えー、ルバンセレブか。が3歳馬で勝ってるんで、今年やっぱ、えー、毎年以上に、例年以上にかな。3歳馬強いと思われます。ってことで、ケイノッテクもそうですけど、どっちかっていうと3歳馬で企画するなら、こっちですね。ミスターメロディ。こちらの方が個人的には3歳馬の中では注目したいですよね。はい。 地帯でとはい、はいえー、このハルコンステークスね、えー、芝代わりであ,あっさり勝っちゃったんですけど、はい、NHK マイルカップこちらあの K あノーテックゴールインのシーンですね、はい、こちら、えー、外枠から頑張ってしかも、まあ、ギビオンはちょっとねややうちで、えーまあ、ちょっと展開枠中に恵まれたんですけど、うん、ミスター・メルであの外枠からの発想しかも先行で4着、えー、一番この馬が強い競馬したんじゃないかなっていう競馬です ピアノテック、レッドベイロンは外枠で差しなんで、えー、全然、えー、恵まれ、恵まれたっていうか、ハマった感ある。1着3着。ゲーベンを枠順的にはまった感。はい。それ考えると、やっぱりこの4着の、えー、外から先行したミステメロディ、こちらが非常に、えー、内容良かったんじゃないかなと思ってます。うん。で、前走6ヶ月半開けて、えー、東京戦を走したんですけど、うん。 まあ、もう明らかに、ここ向けての試運転バレバレの、えー、仕上がりプラス、えー、前回はロアブソリュー筆頭に、後ろからの競馬がハマった感が非常に大きかった。うん。両手ソロ、アイライン、ロアブソリュー、すべて外一気。はい、その中でミスったメロディー、また前でねバーでましてこう着。えー、もうよく言えばもうちょっと、前、まあ、みきの場あったのか知りませんけど、よく言えばもうちょっと前出してたらね、3着あったかなっていう競馬しとったんで。うん。正直、タラの切れ負けです。 はい、えー。それ考えると、今回、叩きに層目で本気の可能性はありますよと。で、ここ、ミスターメルで誰になりますか中とアンジューがシーデムちゃん。はい。来ました。藤原さんにシーデムちゃんです。G1 にちょっとうんってとこあるんですけど、まあ、えー、ね、中京で、ギビオンで買ってるように、藤原さんがシーデムちゃん連れてきたってことで、まあ、ある程度本気は見込めるんで、頑張ってください。 はい。まあ、今回こんだけ、ちょっと印多いですけどね。はい。もうとりあえず4等ぐらい候補上げときます。もう他にもうちょっと上げますけどね。はい。あとラインスピリットとか面白いんですけどね。一応印打っときますか。あとワントーワンをどうするかですね。このね、人気入れて1 2ンちょ、誰やったっけ ?1212。ああ、福永祐一さんか。ここで祐一か。これは怖いな。これは換気がするのやめとくか。遅せっきやろ、祐一さん。やめとこう。 今回こそいらんかないつもそいらんいらん言てくるからな。いらんいらんいらん言てくるからな。2着2着2着,着から知ってる。おかしいやろ、お前。お前、俺が注目した阪神バステックス、ユうスケさんで最高峰ポーツに12着をお前と思ったけど、お前、そっから嫌い嫌いでも全部馬券来てるからな、お前さ。ここ3層、お前。俺から嫌や、嫌や言うてんのに来てるからな、これ。あ、もう愚痴はいつか分かりました。ありがとうございました。はい、非常に愚痴や。大ッチ今回はいらんとしとこう。あ、いらんかったら来るからみんな買ってください。はい。 私は買いません。皆さん買ってください。はい、で、えー、冗談をさっておいて。で、この中でやはり本命候補は、ちょっと1ルポレルって言いたいんですけど、まあこれ自己調査で考えます。えー、この舞台、品名は買ったことない、ちなんかいろいろ変なデータあるんでやめときましょう。はい。おそらくデムちゃんの代打が本気だと思ってるんですけどね。多分16ポレール本命打つそうですけど。はい。で、こんな、こんな感じじゃこの次に、次にって意味からな、えー。特注は一応言っておきます。言っておきます。もう、 もう、もう大、大穴ですわ。はい。ちょっと注目したい馬、一、ま、頭、あ、と,ときます。はい。この馬ですね。はい。ベストテンダンクですね。かなりの穴生まと思ってますけど。うん。えー、さっきも言いました、エビコス代わりですね。先週ですらね、もううちの前の残るババやったんで、この馬が注枠引いたらチャンスあるよ、ちゅうことって。はい。まあ、思い切って逃げる馬、とまでは言いませんけど、 ま、あ今回確かある程度前目つけた馬おるんですけど、その中でもね、ええー、もう、ただ、極端に花を奪いに行く馬がちょっと見当たらないんですよね。まあ、アポロンの新山ぐらいはいいかなと思ってるんですけど。うん。で、まあ、それに続いてね、ベステンダンクがね、それ見ながらのバンテ走まあま、大変変色とかも見ますけど、そこら辺の競馬ができるならね、この馬一番ありかなと思ってます。前目残る中やったらね。うん。えっ、ー、とね、まあ、あ このまま結構マイナーな、ま、うま、ん、マイナーやったんかなまあ、マイナーなんかなはい。えー、っと、まあ、どこは、皆さんどこの時代で知ってるんでしょうかってことなんですけど、なんか結構条件戦でね、えー、あたふたしとったんで。はい。もう、基本条件戦。おそらく大舞台でできたのは最近です。大舞台というか、えー、重症化。はい。 ねえー、全然、えー、1600も買った後オープンなかなか買ってずの後ですね一、はい、回そのステークス走ってますけどーナーもほとんどもうね行きなかったんでもう度外視ですねでまあ一回障害走らされてそこからですね障害2回走った後3ヶ月開けてのヨゴステークスはいえー、こちらベステンダンクえー、花バって勝ちましたしかも2着馬体制サミットに5馬審査ですでこれ楽逃げしたに見ますけどえー、ラップ 見てる限り、えー、内容は非常に強いラップキズなんだなっていう内容出てます。えー、正直、阪神、西洋なら、えー、前目ある程度リードして、粘れる競馬、このまま向いてるんで、上がり勝負どっちかっいうと苦手なんでね、ある程度セーフティーリード保ってもらうて、最後は粘れる競馬やったら、この向くんちゃうかなっていう競馬してくれてるんで、頑張ってください。はい、えー、KYO オハンで中山マイル、ちょっとこれはさすがに、えー、外枠発想もありましたし、さすがにちょっと中山マイルの、 まもありましたしししこれははしでしょうね、はいしっかり自己条件を持ってきた阪神、マイル、再びここですね、ポーアイで番鉄移送2着、えー、しかも勝ち馬に、えー、コンマ0なんで、えー、ほぼ接戦、はい。で、もうね、この次のね、スワステークスでね、4万人気背負ってる時点で、やっぱある程度評価されてるわけですよね。うんあのね、3層前ぐらいの実績でね、こんだけ人気てるの普通に考えておかしいんですよ。まあちょっと他の相手がおらんかったってもあるんですけど、モザーズ・アスコット、ロードクエスト。うんそして ででミネルのの次ぐらいにもましょうねちょっとね、ヒロデーバロー、あるいは他デアレガーロ等々、ちょっと前までね、えー、若干、えー、重傷でね、キング・ハードもそうですけど、えー、人気あったお前たちを差し置いて、ベステン・ダンクが本番人気と、はぁっと思いました、正直。ガンちゃんにも人気買ってるでしょ、お前何やこいつと思ったんですけど。 はい、まあでもその人気に裏切らず4着と、えー、スタート悪くないです二の足非常にいい馬なんで、はい、多少まあスタート悪かってもまあまあ今度も出していけるんで、えー、頑張れると思います、えー、ここね希望としてはね鮫島君乗ってほしかったんですけど安城松山さんそのままらしいです、えー、前走軽半杯出ないかやったんですけど まあ、このレースもね、正直まず1200使ってんのがハテナやったんと。うん。んで距離短したんだ思ったんと。1400、やっぱ16004か。ベストやると思ったんと。はい。えー、スタートもね、ちょっとやっぱ外枠の分ね、ちょっと位置取りが悪くなってもうたんで。結局ね、えー、終始、外外回る形で、なんかパッとしない回ったんですけど。うん まあ、もともと上がり使う前じゃないんでね。正直もうね、こんな番手追走ってか中段追走なら、それもやっぱ中段追走粘って終わるなっていう競馬やったんですけど、まあ案の定ですわ。うん。13番、いやいや外を回ってますけど、はい。まあ、そらそうやるなと。結局このレース、えー、京都の内回りってこともあって、結局ダノのスマッシュ等々、うちで決まってもうたんで、うちってか、う、え、ち、ー、を通ったのかな。はい。 でまあ、その中でですね13番の、えー、オレンジ坊さん、えー、先うちのね前目付田町が6頭最後入選先先着するんですけどはいでその後にねこのうちの他にも馬たちおったにもかかわらずその外からまくってきた7着目がこの馬やったんであ結構最後伸びたなと思った結構頑張ってるやんと思ったんですけど、うん、まあ戦に出そがしいなら今回、えー、阪神戦になってもうこのペースに一回アジ慣れてもうたら次のレース、えー、かかりっ でもいいぐらいのペースで行った方が個人的にいいと思うんで、うん、前走ある意味先に使った目的は、えー、ある意味オッケーかなと思ってますそういう目的で使ってる先にやったら個人的にありだと思ってるんですけどどうでしょうか そういう頭があるんかな、この旧社にと思ってます。私はありますけど。すいません、私の話どうでもいいですか。はい。うーん、そうやね。ここで、ちょっと早めなし、なってくれたらいいと思ってますよ。はい。かかりに行っても全然構いません。行くだけ行ってください。行くだけ行っても粘れる場合と思ってます。ちなみに、アポローン診断って、思いっきり言えるんですか、やっぱり。そいとき教えてください。アポローン診断って、やっぱ診断するんですかあー、まあ、診断するか、そうやな、毎回新断するものこいつ。わかりました。了解です。はい。 半身カップです。はい続いて有馬記念行きましょう長々とすいません有馬記念まで,で約20分以上喋ってるのこれすごいのこれどないしたんよ今日は今日どないしたんや,んは,いたんやんはい有馬記念行きましょうはい有馬記念三連休の真ん中となってますはい予想を積みましょうかお借りしますよはいどうぞはい一番人気レイデヨロアンジョウクリフトフルメール2番人気誰ですか 2番人気、奇跡、安ン川田優雅。うん、そうですか。はい。3番人気、おまさか。は予想図ですけど。はい。3番人気、モズカッチャン、安城クデアンジョミルクダブル。やばいな。これす、モズカッチャン3番人気か。すごいオッズじゃない。4番人気、シューバルグラン、安ンヒュー・バーマン。イエスここまでが1桁人気と、1桁オッズか。となってます。まあ、あくまでも予想図なんで、どのよう,う,いうのかは知りませんけど。はい。5番、 5番人気にブラストアンピース池添健一さん。はいはいはい。で、6番人気は ?6 番人気誰もあ、王獣ウさんね。竹内勝さんです。はい。あと7番人気に出ました。ミッキーロケットアンジョおーマーフィーさん。美、ね、味しいマーフィーさんです。ありがとうございました。 はい。8番人気誰ですか。サトダイヤモンド暗情、アブドゥラスさん。おっと、サトダイヤモンド人気出てないですか。でも、ファン投票あると思うんで、ファン投票っていうか、ファンの単勝応援馬券はあると思うんで、おじゅうじゅうさんももうちょっと売れると思います、実際は。多分、多分売れると思う。こン人は売れると思う。うん、記念馬券で持って帰る人いるから。え、う、っ、ん、と、パフォーマンプロミス、9番人気、安城、クリスチャン・デムーロスさんです。あと、10番人気もやっていきましょうか。10番人気、ミッキー・スワール、安城の横則さんと出ます。うん、横山則さん。乗り広。乗り広だったっけのりひろな。はい。 で、えぇ、ー、10紹介したんですけど、人気予想図ですけど。はい。で、こん中でって、えー、こちらもある程度印だけてっておきます。えー、まず1頭目。まあ、これはまあ、ま、あ馬券は外さんように組み立てなあかんちゃうっていうレイデオロ。まずこのまいるでしょう。いるでしょう。はい。藤るめの最強馬ですか。はい。えー、前奏天皇手明、レコードでしたっけ、これ。くっそ早かったんじゃないレコードだった、これ。 あ、じゃあ、レコードちゃうけど、1分56秒8、いりのけでしたけど、勝ちました。はい。ありがとうございました。はい。オールカマー、えー、あるいは、えー、あるいはって何か分かんなホーブルか。中山と規制は悪くないですね。皐月賞休み明けで5着、あの高速決着の5着以外は、えー、中山 OK。うん。まあ、大体どこでも走られるんで。はい。もう、中山と東京なら全然 OK でしょ。はい。と思ってます。え、2500距離いけるやろ。無理なことある いけけると思ってますけど、はいまあ、距離不安される方いると思いますけどあ,あれですよだいたい仲間に移行距離不安するまでめっちゃおるよ、うん、言うとこはさっきおるおるめっちゃおるそれで喫下者の指さえもでしょう、うん、走れるも走れるね以上です、はい 母親に、えー、シンボリック SS が、かシンボリック SS かってことでロベルト系なんで、やっぱ中山の、ちょっと時計配れば、消耗戦かな。なるならこのまま軍配確実上がります。えー、前奏の、えー、天の釈と同じです。消耗戦に非常に強いロベルト系なんで、頑張ってください。はい。で、あとですね、もずかっちゃん割はここで評価したくありません。ごめんなさい。えー、デムちゃんなんで、まあ、最悪多分馬券は多分、 外人、もう、これは、今回のように、最強外人さん頭で買おうと思ってるんですけどね、もう10周連続外人決着でしょ、これ。知ってます。<laughs> 結局、選手もデムちゃんのアドマイマーズ買おうとよかったんやけど、アドマイマーズ嫌ってたからな、俺。あんまり頭で嫌わ、嫌ってたからな、すいません。はい。で、今回はさすがに、さすがに、もずかっちゃんが仲間25、もし距離持つとしたら、まあ、打ちあく聞いた時は怖いんで、まあ一応、押さえとくは押さえときましょう。一応、収集打っときます。えーうん、打たへんってなんか言うと気がするけど、打っときます。すいません。 はい。うん。あのね、えー、っとね、まあ、確か田中山に言うことなんか持つわけない品繁やから、みたいな、言うてますけど、ちゃうね。おってん、それがそういう馬がおったんやかね。見てみ、これ。はい。条件簡単。内訳引いた最強外人ってことで、クイーンズリング2着知ってます、これ。これは知ってる。あんねん。あんねん。距離適正知らん。最強外人やったら、うまいこと持ってくの、ね、内訳やったら。はい。もうこれ、去年証明した。うん。 去年ゲインズばけやれねんなこれだしかないや、三連単を取ったんやな。三連単、ボンを取って、三連服な。<laughs> これ三着っすわ、アブリチャンズ。三連服、ポーン、こう出たから、あと四十万ぐらいのせ、ぴょーん、なってたんやけど、なんと首その四着と、あっちゃっぽーしと思って、三連単はなんか五百円ぐらいの凍ってたから、まあ十万ちょっと買ってきてんやけど、ちゃうん、ね、ちゃうね。三連服、そこ何歩か、お茶な、何歩や、何千個凍ってなんちゃうか、これ。めっちゃく、40万ぐらいくるも出てんやけどな。あっちゃっぽーしと思って、四着か。 結局、枠中の坂がこの競馬ってと思って。はい。すいません。言い過ぎました。ありがとうございました。それ、結局、打ち訳聞かなあかん、ね、った。スラしてる、スラしてる。はい。それは知ってる。はい。で、あとね、その、ブラストワンピース3歳馬でね、このまね、中山にこう。ちょっと距離と舞台、はてなですけど。うん。まあ、ワグネリーの時も2歳で5着やったし、ねえ、菊花賞も7回で4着やったし、まあ、強いなと。結局、外回っも負けたら4着でしょう。で、このまりまき年もしかしたらおもろいかなと思って、本ま本名打ったらと思ったんですけど、 やっぱ、洋を考えたらあれですもんね。えー、やっぱ、な、長く、えー、まあ、直線長いところで、えー、活かせる足が、で、活躍目立っとるんで。有馬記念の中山2号で、ちょっとあの、変な、小回りでは適って、出せんかな。あと、なんか、ごちゃついたら嫌なイメージあるんで、やっぱ、新潟記念みたいにああいうね、ドフリンとこう、えー、突っ走っていく感じのが、なんか強そうなんでね。 ちょっとこの中山にこの小回りでじりじり我慢すんのよろしゅうないんかなと思ってさすがやめときますはい、えー、大竹さんとこのやっぱ G1 はやっぱちょっと縁がないんですよねちょっと言い方ですけどほんまに G1 縁がないマジでマジであのダービーの時の5着もそうですけどうんここねプラス10で来たでしょふたされたのが範囲っていうのもありますけど これさすがにやりすぎたんちゃうと思って。うん、成長分じゃなかったよね。ちょっと余力残してたもんな。そっか、ちょっとね。やっぱ大竹さん甘いんですよね。毎年はもう、ルージバックの時は思ってる俺。ああ、もういいですか、愚痴。ありがとうございました。<laughs> はい。あと、まあ、抑えるとしたらこれですか。パフォーマンプロミス。これはまた藤原さんに CD 無茶ってことで、人気ないし面白いですね。はい。アルゼンチン共和国杯。えー、ここ買ったのは大体あれですよね。はい。ゴールドアクターとかと一緒で。シュバルグラムもそうですけど。うん。 ここ実績あるもん、やっぱり、有馬記念にも走れるってことは、やっぱり、東京2号ってね、東京に2号と違って、急坂2行ありますし、タフな舞台なんで。うん。それは知ってます。で、このまま、もともと中山2号の成績ありますしね。はい。えー、面白い一頭です。ただやっぱ、g ファンタルとさすがに、ちょっと、はっすがにそこまで格はないかなと思ってるんですけど、まあでも、それでもね、ゴールドアクターとか、シュバルグラン来てるぐらいなんで、ちょっと否めないですけどね。はい。まあ一応させておきましょう。はい。で、あと、こちらですね、シバルグラン。これはいるでしょう。 これはいるやろ。うん。これはいるやろ。はい。えー、新潟だ、新潟じゃあ、京都大商店、いつも通り試運転4着。はい。ジャパンカップ、えー、さすがに高速決着すぎましたし、えー、ちょっと外回ってシーデムちゃんの、あ、もう判断が悪かったで失礼ですけど、ミルコさんと違ってシーデムちゃんのちょっとやっぱ外回った分、あるいは後ろ、後ろの位置取りやった分、負けただけで。はい。もう今回はちょっとババが向かんかったってことで4着と。 で、この後誰が乗りますかって言うと、アンジョダント帰り、リヒュー・ボーマンさん。これは川中やろ。これは川中やろ。もう去年の柱やぞ。はい。去年ジャパンカップの柱やぞ。はい。頑張ってください。その後、アリマキリも3着です。さ、はい頑張ってください。今年来てください。って言って、今年来へんのか、これ。去年、去年俺のスワブリちゃんのハけ阻んどいて、今年来へんのか、ボーマンさんって、うん。ボーマンさんで俺当たったイメージは、去年のジャパンカップあったかありがとうございます、いうとこ。うん。ありがとうございます、いうとこ、はいうん。はい。これをされてきましょう。うん。まあ、 多分あれですよね。シュバルグランが多分本命したい方結構いらっしゃると思いますわ、うん。多分そうですよね。もう迷ったら頭外人と覚えといて。レイディオルかモズカッチャンか。はい、シュバルグランか、まあパフォーマンプラムスシーレムちゃんの頭最近ないんであれかなと思うんですけど、まあ単勝3点張り。ただレイデオル来たらマイナスなるかな。取りになるかな。レイデオル2倍台やろな。まあまあ、知らないか。ってところにしときましょう。はい。あと、誰がいます、いりますかって言うと、えー、この奇跡をどうするかやね。 奇跡はね、多分皆さん一緒に行きたいと思いますけど、うん。まあ普通に考えて毎日予感からね、えー、もう、東京でずっと爆走してますし、しかも前走ね、レコードに近い決着の爆走やったんで、もう疲れ来てれるよって皆さん多分一緒の予想してると思いますわ。うん。もう買うか買うか皆さん自由。えー、強いから買うってのもありますし、うん。ここはハンドクルやろって、叩き、叩きてか4走目ハンドクルでしょって前走も走りすぎましたよ っていう見方あります。個人的に私はしかもこんだけ人気しますし、えさすがに今回マーク厳しくなると思うんで、もうマークされなかったと思うんで。はい。そうなってくると今回厳しいかな。中山2500で日経史ちょっと嫌なイメージ残ってるんでね。それも考えるとやっぱあんまりよろしくないかな。うん。今回はまた無印で怒られそうですけど無印します。なんか毎回やられてるけどな。奇跡にも毎回られてんの、これ。奇跡だ。毎回やられてんなおかしいな、俺。神戸田新聞杯まで好きやってんけどな。 神戸新聞杯まで注目しとってんけどな。ここまで強いよって言ってんけどな。すいません。菊花賞からまともに買ってないです。ごめんなさい。うん。なんかな、全部ここら辺馬券嫌われ、き嫌ってる気すんの俺。うん。だいぶ全部嫌った気するな。すいません。ごめんなさい。はい。今回もごめんなさい。で、ここも一等特注と置きますね。はい。え特注馬あ、特注馬特注馬特注馬あれ、特注馬誰だったっけ特注帽、あれ 特チューバー。あれ特チューバー誰これあ、誰やったんやあ、お、った。はい。こっちですね。はい。ミッキースワローじゃなくてミッキーロケットですね。はい。ミッキースワロー先紹介してみましょうか。すいません。ミッキースワローね、前ったんですよね。えっ、ー、と、中山22とかで活躍してますよね。AJCC2 着。セントライで1着ですよね。中山校舎知ってます。福島中山リンク先生説明してます。知ってます。福島中山いよって説明してます。知ってます。 知ってるんですけどね。まあ、距離25かどうかっていうのもありますし。まあ、前走ジャパンカップ5着で、あかりにね、唯一33秒台で、はしゃいでます。けっと、うん、はしゃいでるけど。 結局多分ね、今回もそれで終われた気がする。えー、前線で多分乗って掲示板かなと思ってますわ。4、5着、6着まで。ちょっとまだ G1 の、中山22の G1 とかやったら面白いかなと思いですけど、中山25の G1 で多分最後力尽きるか、えー、前回みたいに横の絵さんが、あ、やった、ポ、後方ポツンかっていう競馬になると思います。うん。うん。 適切や抜群なんやけどね。距離がちょっと長いんと。やっぱ G1 となると、多分5、6着で終わりそうな気がする。多分届かずかな。届かずちゃうかな。横乗りさんに多分ポツン行きそう。ただねー、先週ミスパンテールとアダマーリードで中山のババの傾向を知ってるだけにこの方買いたいんやけどな。それはわかんないけど。ちょっとまた考えますわ。一応終止をっておきましょうか。はい。すいません、えー。お待たせしました。本、えー、どっちかちいうとミキーの方の中でもミキーロケの方です。こちら注目しましょう。 はい。えー、ミッキーロケットさんえーとね、まあ今年の宝塚記念買ったんですけど、うん。まあ距離はね、もう、えー、天皇賞貼るか。ハルる点で4着なんで、そんな距離苦にしてないと。うん。まあ二四なら、まあまあ京都大商店等々、えー、あとあれか、日経新春杯と神戸新武杯。 ニューコナシマンズヨシワは大体こナシショで、まあまあ中身にごタフなレースも問題ないかなと思ってるんと、うん、宝田キねもややもや勝ってるしね、うん。で、ここまあ前走ね、えー、天皇社記5着と。で、まあここで負けた相手がそのレイディオロと、うん。でまあサングレーザーと、あと奇跡とアルワインですよね。ここがまあ、後にね、ジャパンカップ2着までの奇跡、あとアルワインがまあ1アンス3着と、えー、それぞれ違う舞台において活躍します、うん。 てことでやっぱこの天皇賞秋の 2000m え距離ね皆さんえ関係なくねやっぱ内容ここ強かったんじゃないかなちょっと戦ってきた相手がちょっとやばかったなということでうんサングレーザーもね G1 逃げするまですしねはいもうレイディオールを軸にする方ならセットでミキロケット勝ってもいいんじゃないかなと思ってますレイディオールからミキロケットまでで見るとチャックス離れてますけどうんまあ言うて奇跡あるワインとほとんど離れてなかったんでねうん 全然ありやと思ってます。えー、しかも4ヶ月明けでいきなりはてんでしょう。で、ここ JC 回避しての、えー、ありまき念でしょう。確実に、レイデオロ並みにローテーションうまいこと組まれてると思います。一番臨戦過程がいいのはこのままかな。レイデオロと。うん。そういった意味でも天皇賞秋組のこの2頭のローテーションはちょっと好感持てるかな。はい。 マあ、かえはさすがに、ちょっと、能力がね、札幌記念着を限界かなと思ってます。さすがに、有馬記念走れるんでしょう、うん。それは持てる。距離長い。それはモテる。ミキロケットでしょうね。で、ここミキロケットの決め手もう一個ですね。はい。来ましたね。ミキロケット7番人気、安城がなんと、おー、マーフィーさん。美味しいマーフィーです。ありがとうございました。来ましたか。はい。美味しいマーフィーさんですって。なんと。来たね、ここで。 さあ、マーフィーさーんって先週ネタみたいな紹介しとってで、ね、マーフィーマーフィー言っててで、ねえー、マーフィーさんどうなるの土曜日、あ、一緒だけか。一応初勝利したんやと思ったら、なんと。マーフィーさーん、その後日曜日、はい、頑張れ、頑張れ、言うてて、なんとマーフィーさんその後日曜日はい頑張れ頑張れ言っててなんとマーフィーさん日曜日三勝いたしまして、4、2、1、8、すげえ、すげえ、なめてた。なめてたこれ。こら、なめてた、これ。マーフィーさん、すごいわ、びっくりした。 土日でこんだけ爆発するんかと思って、中山ですごいね。4、2、1、8してます。分かってます。中山しかしてないです。すげえなと思って。はい。新番見勝利で参照してます。これはやばい。ちょっとこれやばいと思って。おーマーフィーやと。おレッツゴー、マーフィーと思って。はい。えーと、何やったっけフローレスマジックちゃうわ。えー、プリモシーンやったっけあ、ちゃうか。プリモシーン乗ってなかったっけあ、言いすぎプリモシーンはビュークやったっけプリモシーンはビュークか。あ、ちゃうな。マーフィー乗ってなかったんか。重症は。呼ばれてないんか。呼ばれてないな。 あ言われたらフロント役員、先生、フロント役員構想して4着や、先生、思い出した、これファインプレーやって、ファインプレーって4着やってこれ危ないと思って、マーフィーすげえと思って。はいえー、マーフィーさん、中山の馬場は非常に出てますんで、えー、頑張ってください。選手非常によかった。もう、大体マーフィーさん、こうずらいけてたもんね。はい。ということで、マ記念の方は、特注をキーロケット、マーフィーさんにしておきます。うん。本面もね、正直、レイディオールにするかまだ迷ってます。えー、ちょっと めっちゃ一番人気で最近答えきれてないんですよねああ問題ぐらいまでかなはいまあまた決めましょうかはいということで事前調査は以上で終わりましょうご清聴ありがとうございました